皆さんどうもこんにちは、北です。今日は緊急事態宣言出たら私たちの生活にはどのような影響を及ぼすのか、こちらをお話ししたいと思います。それではどうぞ。外出自粛の要請、都道府県知事は住民に対して期間と地域を定めた上で不要不急の外出を自粛するよう要請できます。ただし医療機関への通院、食料の買い出し、職場への通勤など生活の維持に必要な場合を除くとされています。病気して病院行ったりとか、スーパーに買い物しに行ったりとか、仕事に行ったりとかするのは仕方ないよ。外出の自粛はあくまでも要請で強制力はないです。法的罰則があったりとかそういうことは一切ありません。これを努力義務っていうんだけど、みんなが協力して守っていきましょうねっていうお話です。2つ目、学校やイベントどうなりますか。学校やイベントの制限について、都道府県知事は感染拡大を防ぐために必要とされている場合は学校の休校や施設の使用制限、イベントの開催自粛を要請できるようになります。小学校や高校、保育所、デイサービスなどの社会福祉施設については規模にかかわらず対象となります。他にもね、映画館、劇場、集会場とか展示場、スーパーマーケット、あとはデパートね、ララポートとかそういったところ、あとはホテルとか旅館、体育館、プールなどの運動施設、博物館や図書館、ナイトクラブ、自動車教習所、合宿場などについては、建物の床面積1000平方メートルを超える施設が対象です。これに満たない施設でも特に必要と判断された場合は対象となります。だけど、スーパーマーケットのうち、先ほども言ったようにね、食品、医薬品、衛生品などの生活必需品の売り場だけは営業を続けることができます。で、ここが問題でね、要請に従わない施設などに対しては都道府県知事は指示を行えることになります。で、都道府県知事はですね、指示を行った施設名をホームページなどに公表することになります。この公表は罰則的な意味ではなく、施設が閉鎖していることを周知し、生活の混乱を防ぐことが目的とされています。不特定多数いろんな人が出入りするような場所っていうのは集団感染したりとか、そのコロナウイルスの感染を拡大する恐れがあるから、ちょっと一時的にやめましょうねっていう話、これがずっと何十年続くっていうわけじゃないから、ちょっと今流行ってるこの時期にみんなで協力してね、皆さんで感染拡大を防ぎましょう。それではバイバーイ。